キャベツ200円、玉ねぎ80円、人参が3本で200円って何の冗談ですかね。こんばんは、庶民の晩酌チャンネルです。本日紹介する時短レシピは、激安野菜なのにどんなワインにも合わせることができる万能食材かぼちゃのご紹介です。かぼちゃを一口大に切って、バター、塩、砂糖を入れてレンジで3分チンして混ぜるだけの簡単おつまみ。白ワインにも合う、赤ワインにも合う、ロゼやスパークリングワインなんかにももちろん合う。今日のおかず、あと一品欲しいって時に急遽作れるワインのおつまみですよ。庶民のワイン研究所、庶民の晩酌チャンネルがお届けいたしました。また明日の動画でお会いしましょう。